何年か前、5月の連休の間に、当時付き合っていた彼と、私の家と彼の家を互いに訪問しようということになった。結婚の申し込みではなく、付き合って1年ほど経ったので、家族に紹介すると言った程度。うちでは、当時、犬、日本犬の雑種を飼っていて、もうおじいちゃん犬だったので、家の中をのそのそ歩くか、縁側で昼寝という老後を過ごしていた。彼がうちに来て、家族と挨拶を交わしているとき、その犬が、人好きなので、犬なりに彼に挨拶しようと、のそのそとやってきた。すると、彼は、やにわに犬を捕まえてひっくり返し、仰向けにして、腹の上に、どんと片足を乗っけた。私は思わず、何するの?と叫んだ。彼は、犬ってのは、一番偉い人は教えてやらなきゃならないんだ。ほらほら、俺が一番偉いって分かって、おとなしくしてるだろ。そして、犬の腹を、足の裏で強く踏みつけるようにした。私の父も、犬を仰向けにして足で踏み踏みするが、それは、もっと優しく、足の裏で撫でているような感じで、犬もそれをされるのが好き。彼はそんなじゃなくて、スリッパも履いたままで、下手したら、犬の腹を踏み抜きそうな勢い。私は、やめてよ。と、彼を押しのけ。あなたが偉いからおとなしくしてるんじゃなくて、もともとおとなしい犬なの。年寄りだし。乱暴なことしないで。と怒った。彼が、ご主人様が誰か、教えてやっただけだって、とヘラヘラするので。ご主人様はうちの父よ。と言い返した。そこに、母が、お茶が入ったわよ、と割って入ったので、犬のことはそれきりになった。彼が帰ってから、私は、その夜、一晩かけて考えた。もし、犬がもっと怖そうな、若いドーベルマンとかだったらあんなことしなかったんだろうな。年寄りののそのそした犬だから強気で出たんだろうな。弱い者いじめしかできない人なんだな。つまんない人なんだな。そう結論が出たので、彼の家には、体調不良を理由に行かず、そのまま疎遠にした。犬は、その時の影響も特になく、天寿を全うしたのでよかった。結婚した途端に、誰が主人か分からせてやると言いつつ、妻に DV をっぱじめそうな彼だね。犬に大事がなくてよかった。なんなのその男、特に犬好きってわけじゃない私でも顔をしかめてしまったわ。あなたの分析通り、おとなしい老犬だから、上から行けるだけで若くて強そうな犬なら、ヘラヘラして穏便に過ごしてるんだろうね。彼の家に挨拶に行く前でよかったし、犬にも特に影響はなく天寿を全うできてよかったわ。そいつの腹を靴履いたまま踏み抜いてやりたいね。